植田洋子、1955年1月15日隊は、日本の元新体操選手。体操指導者、NHK、テレビ体操初の女性指導者。広島県出身、日本女子体育大学卒業。小学1年の時新体操を見て、綺麗と感激し新体操を始める。高校時代インターハイ出場。1975年第7回マドリード世界。 新体操選手権では、個人総合5位となる。この個人総合5位、種目別フープ4位という記録は、東欧各国が不参加だったこともあるが、日本選手の最高記録である。1976年全日本選手権で優勝。まだ大学在学中ながらこの年、NHK、テレビ体操のアシスタントとなる。1979年世界選手権選考会を、 最後に、現役引退。1983年から NHK テレビ体操を講師、1985年、北海道在住の会社経営者と結婚。東京に残り全日本コーチも務めたが、長女の出産を機に、生活の拠点を北海道に移し下川町から収録時に上京した。1988年のソウルオリンピックでの、 新体操競技の解説などにも携わる。2001年4月、アシスタント、講師から昇格し、女性初の指導者に就任。また、リズム体操の考案者としても知られる。2003年5月まで指導者を務めた。2003年6月からは、同年3月までアシスタントだった、岡本美香が指導に当たっている。ありがとうございます。